Yash, Krivananda, Blimp, Gro Heisenberg, no, Blimpka, Heidenberg, no, Heidenberg. Yash, dare, B-Ichi, no, B-Ichika.誰か誘拐された。コックピット。そっちはコックピットか。オペレーションね。なんだ、コックピット行きたくないか。目的地はどこ？コックピットか。ご苦労様です。手を離せないので、このまま失礼します。 雑談でも何の話しそうかな。僕たちの反乱の話をさせてください。聞きたくない。飛行艇捜索。決定ボタン前へ進む。キャンセルボタン。着陸。メニューボタン。ブリッジを呼ぶ。方向キー上。高度行動を下げる。方向キー。 行った行動を上げる方向キー左、左へ。飛行機方向キー右、右へ。L1ボタン左へ。R1ボタン右へ。セレクトチーズオンオフ。スタートチーズオンオフ。オンオフなんだろう。まあ日本語で<笑>日本語でね。だいたいこんな感じになってますね。 ブリッジのパイロットに話しかけてください。そうだな、オンオフって入れると消すだけど、これは違うかな。地図を消す。それは適当。どうかな、スイッチと同じ。電気を入れる、電気を消す。地図を入れる、地図を消す。同じかな。雑談でも絵と絵と、僕は判断なし。 聞かせて。僕たちハイウィンドのクール。は、毎日毎日、ハイデッカに呼気使われていました。あの人、社長に叱られると、叱られると、すぐにクールに八つ当たりするんです。僕たちは、ずっと我慢してました。殴られても殴られても、憧れのハイ、 憧れのハイウィンドのクールになれたのに、そんなことでやめるのは悔しいですからね。そんなある日、確か7日前でしたよね。きっとの大空洞行きの任務の時です。社長やスカーレット部長と一緒に皆さんが乗り込んできたわけです。 その中に伝説のパイロット、シッドさんの姿が。シッドさんは懐かしそうに船内、港内を見て待ってました。なんと僕たちにも声をかけてくださったんです。感激、感激、感謝、感激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 、感謝、感謝です。噂と通りの熱いハートの人でした。 シドさんはハイウィンドがあれば旅が楽になるとおっしゃりました。なんと星を救う旅だそうですね。本当感動しちゃいましたよ。それで僕たちは協力することにしたんです。対空洞から従軍に聞いた時、僕は 火事だ火事だと騒ぎました。そのどさくさに紛れてシッドさんと僕たちは船を神羅から盗んだんです。これが僕たちの反乱の話です。上司へのささやかな反乱ですけどね。でもバレットさん、ティッファさんがハイデッカに捕まってしまって7日間 救出のチャンスを伺って、ついに実行に移しました。
ですからティファさん作戦成功お会いできて嬉しいです長い話聞いてくださってありがとうございましたよし終わりこれはコックピットかこれはシートか久しぶり寂しいですチョコボの設定ください、うん、そのうちにはぁチョコボの設定くださいどうやってはいそれはですね自分で育ってたチョコボに乗ったままハイウィンドに乗り込むんですそうすればこのチョコボにチョコボが入ってくるんですはい、世話を私にお任せください。え、チョコボの育て方。それは私もよく知りません。チョコボ育てのことなら、ミッドガール近くのグリーン&グリーングリーン牧場で話を聞けば OK だと思いますよ。あれは久しぶりの最初のチョコボのミッドを手に入れたところか。そっちに行こう。坊主たちの場所か。じゃあコックピットどこ？これはシューター。なんという？あ、チョコボか。あ、チョコボ。あ、コックピットはこっち。てめえ、行く手が使えるんなら最初から言えよな。俺はよ、ティーフともさよならかと思ったぜ。すまんせんな。でも敵も欺きにはなんとやれですわさあ皆さん待ってますからみんないるのはね、まあ、まずこっち行こうこのオペレーションと話しましょうケンイチやゼミンさん一押し船長とお話をああ何もないお前だけかなんだこれ警備員まあしょうがないねシッの場所へ行こう B 数見えるね犬たちシッちゃん犬ちゃんようこそ俺様の低くてハイウィンドへあの鍵くれたやつは誰だったシッじゃないね。シッは飛行機を飛んでいる。ヴィンセンかな。どうしたい もちっと感激しろよ。指導。おメンバー足りないね。ねえ、なんでそれはヴィンセンだろ。はい、ヴィンセンと猫。足りない誰いいえ、メンバー全部いるだろシッド、ネコ、バレ、イヌ、ヴィンセン。あ、そうだな、あのブーメランのやつ。まあ、取れなかったの。謎のブーメランの人。まあ、人生いろいろだな。誰だ、あのブーメランのやつ。ザックか。ティーファーさん、僕いろいろと死んだの情報を流しますからね。わからんことがあったら僕に聞いてくださいな。俺たち見てるだけでいいんです。話しかけてくれなくてもいいです。カカシか、お前。ほら、何やってんだよ。俺たち見て、これはカカシ。うるさい、カカシ。あの話しかけられると、ドクドクしちゃって、仕事しくっちゃいます。こら、何をした？そっか。まあ、人生いろいろだな。同じことか。ティオさん、僕いろいろ信頼のこと。はいはいはい。お前、裏切る者の人ね。最後はバレかな。未来パイロット、レベル3。あわー、話しかけないでください。うん。最後はバレかな。何つけた顔してるんだな、うん、バレじゃないかそっか最後はヴィンセンか猫クラウドがいないとダメかいおいらたちだけじ
押し救えないのかな。 メテオが迫ってきて、ウェポンが暴れていて、 そんな時に何をすればいいのかななんて私には分からない。 もう分からない。 何言ってんだティーファ、一緒に考えようぜ。 よぜ、俺たちが乗っちまった列車は途中。 じゃあなんだ、最後はヴィンセントか。 最後は犬、じゃあヴィンセントしよう。 無事でよかったなティーファ。 それだけ。 あのブーメランのやつ手に入れなかった。 どこで手に入れるかどうかわからん。 クラウドがいないとダメかい。 俺はじゃどう、惜しい。 メディオズネッティス、ウィンドウで現れる。 その時には何をすればいいのかわからない。 私にはわからない。 もうわからない。 何言ってんだディーバ、一緒に考えようぜ。 俺たちが乗っちまった列車は途中で下車はできないだぜ。 クラウドがいれば全部解決するような気がする。 クラウドがね、いつもそうしていたいもんね、みたいね。 タイにちょっと気取ったポーズで言ってくれるの。 大丈夫だよティーファって。 ティーファ、いつからそんなに弱い女になったんだよ。 ごめんバレット、バレ、私もちょっとびっくりがっかりだね。 それにティーファ、オイラたちがクラウドだと思っていたのは。 分かっている、だから確かめたいの、もう一度会いたいの。 ん、終わり。元気出してよティーファ。 無事でよかったティーファ。 誰、シッカ。 俺様はあいつのことは嫌いじゃなかったぜ。 変なやつだったけどな。 かっこつけるかと思えば、 間の抜けたこともする。 やったら物知りなやつだと思えば、 当たり前のことも知りたい。 知らない。 動き方も話し方もなんかちぐはぐなんだよな。 今にして思えば、ああなるほどってやつだけどな。だよ。 まあ生きてらそのうち会えるさ。 元気だぜ、元気出せ姉ちゃん。 元気出せ、会えるよね。 スンスン、頭の居場所さえわかればこのインドで一飛びよ。 あ、そうか、これは飛行機ね。 もしかしたら人のクレートの 奥底で地面が崩れてクラウドはそのまま。さらに地中の奥深く、地中の奥深くライフストリーム、そのライフストリームが海底すれすれを通っていて時々地上に吹き出す。そんな場所が あるって話を聞いたことがあるんだ。もしもし、頭の居場所さえわかれば、このウィンドウに飛ぶわ。じゃあ、このドキドキのやつと。わあ、シート、シート丁重。わあ。 姉ちゃん、すまねえが、俺様はこいつに着陸の仕方を仕込まなくちゃなんねんだ。何すぐに終わっからよ。そうだ、姉ちゃん。まあ、目的は何にせよ、準備が必要だろ。オペレーションって部屋でちょこっと準備して来いよ。ウェー、ウェー、ウェー。オペレーションという部屋に 戻るか。クラウドがいなくちゃダメだかよ。最初はあいつなしでやってきたじゃねえか。うん、強いティファさんはどこにしまったんだ。まあクラウドいない、大丈夫だろ。クラウドがいなくちゃ。
本物のクラウド探しましょうか。あの偽物いらないだろ。そのままでいい。俺たち見てるだけでいいんです。話しかけてくれなくてもいい。ほら、こらこら。ほらこら。話しくれてる。ほらほら、ほらほらほら。では僕いろいろ死んだ。同じこと。そうだな、今、あの金髪敵だろ。そうだな。セフロスの仲間になっちゃったね。あの、金髪。金髪クラウドは敵になった。そうだな、本物の、なんだ、黒パツなんだ。そうだな、金髪は金色の髪の毛、黒の髪の毛なんだろう、黒髪、黒髪、わからない。ティーファさん、ご苦労様です。ああ、なんだ。誰？まあ、バリの準備やりました。バリと猫とりあえず。どうかな、猫。ああ、これは準備できた。犬の準備できた。そっか、犬しよう。これはゴミか。いいえ、あの、見てほしい。全体化の見てや。まあ、とりあえずこれで、よし。バレットに、猫。ああ、PHS、回復してくれ。どうやってこの、これは看護婦か、この人。看護婦さん、ありがとう。看護婦かな、看護師、どっち？どうかな、チョコボか。チョコボいらないか。いらないね、この人。まあ今何もできない、この直後の場所。コックピット戻るか。なんでそっちにヴィンセント、わからない。はい。ほら、犬はここにいる。見つけた。ライフストリームに近い場所、小さな島があるらしいんだ。南の島で、時々ライフストリームがぶわって吹き出したりするんだって。うんと小さい頃セットに聞いたんだけどよく覚えていないんだ。ごめんね、ティファ。膨らみすぎた希望は絶望の裏返し。大きすぎる、大きすぎる。愛はお前を打ちのめすことになるかもしれない。そうだな、これは吸血鬼。どうやってこの太陽でいるはずかな。おし、ガッと飛びたい時はよ、こいつに刺してやってくれ。これか。見払いパイロット。なんで前回は10レベル3だった。今レベル4な、行かない。よし、行く、行こう。わわ、行くです。変態、行ってます。こっちか。どうやって丸。ああ、これは早いね。どこだ。ああ、坊主たちに挨拶しようか。違う。いやいや、こんなことない。ああ、失敗しちゃった。ああ、そう、あの直棒の牧場か。直棒の牧場行くか。行きます。キモい、キモい。坊主たちに挨拶しようか。どこだ。
なんだそれ。あの紫のやつ好きかな。どうやって入るこれ。うん。どうやって出られる。出ろ。出ろ。あ、セレクトか。いや、セレクトじゃない。出ろ。出なさい。え、どこ行く、なんだ、私の選択ではない、なんだ。坊主に会いたい。スタートじゃない。これじゃない。坊主たちの場所入れない。入れる。うん。もう一度説明。もう一度説明しと。あの説明。なんだ、何かやって、何か言っているかもと。俺はよう、クラウドのこと考えると、わけがわからなくなっちまうんだ。いくら信頼や宝条でもよ、人間を救っちまうなんて信じられねえしな。でもあいつのせいで、メテオが来ちまうのは確かだ。はっきり言ってあいつに会っても、どうしたらいいのかわかんねえぜ。ん、どうやって、そうだな、メニューのこと忘れた。どうやって降りる？降りないか。降りる方法はなんだ？ああ、あの、直棒のところか。ああ、直棒のところは、Y ダメ。B ダメ。これもダメ。これだろ。A。出ろ。え、なんだ？これは何の？何の？ああ、出た。よしよし。まあ、こっちでいいか。いえ、もっと近い。ああ、そっか。ヒラの場所。わかっている。だから、坊主たちはヒラじゃない。ヒラの場所出られる。これか。はい。え、いやいや、ダメだ。ああ、よしよし。じゃあ、坊主たちに挨拶。ああ、そうだな。もっと HP 見てよ。買いたい。うん、これは正しい敵か。弱い。もっと強い敵現れただと思った。いや、弱い。ああ、虫消し欲しい。久しぶり、坊主。坊ちゃん、そうだ、坊ちゃんたち。どこ？え？ああ、クラッシュだと思った。何かバグっただと思った。久しぶり。あの金髪もいない。ああ、あなたが調子どうですか？別に買う必要はないだろう。ああ、何か手に入れた。そうだな。正解なら何か手に入れる。ああ、どうかな。めんどくさいだけど。誰も、いや、久しぶりだね。あれから神羅が豪華やってきたよ。おかげで資金がかなり減ってしまった。え、豪華か。現在資金は7000ギル。残っている。ああ、ちょっといいタイム。じゃあ、準備できている。じゃあ、今回は、別にやらないかな。普通に倒せる、この、このなんというやつ。だから、始めましょう。普通に倒す。はい、来い。来い、来い。さっさと来い。じゃあ待ちながらちょっと
読みましょうか。多分普通に倒せる。別にあの作戦ゲームやる必要はない。あの弁護士は決して負けないので、ビジネス界で引っ張りだこです。広いもの。この間のみの位置で買った絵は本当に広いものでした。広い読み。面白い本でしたが、時間がないので広い読みしました。痛いに汗して働く、遅いね。彼は車を買うために額に汗して働きました。よし、来ました。額を集める。問題を、はいはい、倒す。遺体を集める。問題を急いで解決するために、いつもこの一人のやつ、なんで弱いね。やっぱり弱いね。ミス。弱いすぎる、これ。ほら。本当に弱いすぎる、それ。そうだな。なんとかしのいだな。しかし、シンラは必ず、またやってくる。次はいつ攻めてくるかわからないから、時々見てきてくれる。いや、調子はどうだい？今死んだの。ああ、そうだな。そうか。まあまあ、もしこの人たち倒す、この人たちとは倒せるなら何も手に入れられない。手に入れられない。そういう意味ね。そうだな。まあ普通に倒しようか。どうかな、進むか、倒すか。いや、はいはい。何の炎か。たくさんの金持ってる。どうかな、倒すかな。ちょっとめんどくさい。時間かかる、これ。じゃあ、まず、ディフェンダー。そうだな。ああ、まあ、調べなかった。これは無限か有限か、まだわからない。アタッカー、ディフェンダー、アタッカー。いや、別にしたくない、これ。まあ、たくさんディフェンダーしよう。はい、ディフェンしましょう。まあ安いね、とてもいい。ああ、シューターさん。買いすぎるかな。買いすぎたか。そうだな。そして一人のヒーローいいかな。よし、行こう。来い。これ余裕かな。余裕勝ちましたかな。これアタッカー。ディフェンダーとシューター。まあ自分でできるかな。ちょっとやりたくない。そうだな、やらない方がいい。やらなくてよかった。エロいもの。この間のみの位置で、買った絵は本当に広いものでした。一人で戦っている。
誰か手伝って。なんで誰も手伝っていない。ああ、気持ち悪いこれ。このやつらは頭が悪いから自分で攻撃できない。臭いよ。そうだな、この風なゲームしたくない。そしてアイテム多分ゴミ、前回何のゴミ手に入れたらよくわからない。自分で攻撃しろ。ヒーラーさん、何か手伝って。たくさん奴らが来る。広いもの、広い読み。ほら、誰も手伝ってくれなかった。くれない、このバカ野郎。なんで手伝おう。な、誰かこのディフェンダー、かわいそうなディフェンダー、自分で倒せ。ああ残りは13匹。ああダメ。タカさん、お前のタカさんか、攻撃しろ。ディフェンダー、あ、タカさんいる。そうだな、だいたいタカシュータとディフェンダー、その3種類いるなら余裕です。このヒーラー、誰かい、誰もヒーラー、これ修理。それは分かっている。間に合った。いや、ダメかな、これ大丈夫。修理さん、誰か修理しろ。彼、ああシュータさん、やっと自分で攻撃している。ああシュータさん、いや負けた。ああ死んだ。ああ負けた。じゃあほっといてしよう。めんどくさいよ。そうだな、遅いすぎるそれ。ああ坊主、坊主ダメ。ああ坊主、ちょっと話しましょうか。7回とか、じゃあ守るためちょっとあげる。そうだな、まだダメダメ、まだまだうるさい。ああほっといて坊主。そうだな、これは有限か、まだ調べていなかった、忘れた。ボスたちめんどくさい。30分かかった。そうか。飛行機。どこに行きたいかな。あの島はなんだ、こっち行ったことないかな。これはなんだ。これはの誰。あ、行ったことない。なんだこれ、帰るか。
はい、こんにちは、ペッピンさん。ここは見ているのどかな温泉村じゃね。わしらのような年寄りがのんびり暮らすにはうってつけの場所じゃって。どうも、外出ては何やら大変なことになっとるらしいが、まだここは静かなもんじゃよ。これはなんだ、見てよか。アイテムか、普通のアイテム。なんでももうすぐあの強大なお月さんが降ってくるっていうじゃんね。冗談じゃないわ。とりあえず必要なもののは買いだめして、だめしとかなっちゅちゃなっくちゃ。邪魔よあんたたち、ほらどいてどいたどいたどいた。これには通りか。ハゲハギン、へい、いらっしゃい、へい、いらっしゃい。いつもニコニコ、現金払いと行きたいとこなんだな。いや、そこのお客さんがみんな予約しちまったもんで、もう何も残っていないんで。ね、全部買ったか。なんちゃって、冗談ですよ、お客さん。さて、それじゃ、どうなん、どごごいです。全部ゴミか。はい、ゴミだな。いるね。毎度あり、またどうぞ。あ、これは武器やか。おや、見慣れない顔だね。外から来たのかい。どうだい、向こうの様子は。地震だの、メテオだな、だの。この世の終わりが来るってのは本当なのかね。ああ、神気臭い嫌な世の中だよ、まったく。これ武器やか。ああ、いや、上のやつ、剣見た。またお前。あら、また会ったわね。まさか、あんたたちも買いだめしてるって、ぶっての。欲取りなんかしないでよ。このお店にあるのはみんな私のなんだから。お金なら山ほどあるわよ。こんな日もあろうかと必死で溜め込んだんだもの。邪魔よあんたたち、ほらどいてどいたどいたどいた。お前はなんだ、見てよか。いらっしゃい、あるね、安らぎ遠いのショップ。今日どんな用あるか。いや、見てじゃないね。装備か。あ、見てよ。消滅、変身、重力。どうかな ?HP。もっと HP 買おうか。2個。また2個かな。3個かな。また3個しよう。そうだな。HP は便利だな。毎度ありのこと。ティファか。これはなんだ、マジックレンピア。消滅より HP の方がいいかな。創生、三日月より HP アップかな。犬、大地より HP アップかな。そうだな、 HP の方がいい。じゃあ武器や。あ、お前、あの、鶏かな。おや、みんなが、あ、いや、お前、同じ服かな。お前、鶏ちゃん。あ、幽霊。またか。はいはい。あ、時間が足りないわ。いつあの隙が降ってくるかもしれないってのに。結局、世の中、お金と物よ。それ、さえあればいつだってどこでだってやっていける。買わなくちゃ。とにかく買って買って買いまくるのよ。これなんだ、ダメだわ。
鍵がかかっているのかしら。秘密部屋か。はいはい、めんどくさいよ。これはなんだ、アルバニアの旗かな。いらっしゃい。愛と勇気の博愛ショップ。今日はどんなご用ですか。なんだろう。あ、これはクラウドの武器か。クリストルグラブ。AM キャノン。犬はこれ。アリスターコロ。これはいいか。またこれ誰この人。AM キャノン。クリストルバングル。ウィザードブレイス。ウィザードブレイスいいね。たくさん見てよ。使える。あ、でも防御ダメになる。そうだな。こっちの方がいいかな。防御悪くなっちゃう。誰ですか。新しい武器かな。ティファ弱い。ティファ使い、別に使いたくない。あ、でもティファはメインキャラだから、メインキャラになっちゃった。あ、多分最後にティファ使い。わからない。あ、これは大丈夫か。たくさん見て使える。ダイヤバングル。あれか。誰使っているか。これは2倍。わからん。さあ、出血大サービス。他じゃ絶対手に入らない。最高の武器や防具が勢ぞろい。早いもの勝ちだよ、畜生。さあ、お客さんも。そんなとこで突っ立ってないで。中へどうぞ、どうぞ。遠慮なんかいらないから。しかし、なんだって、またこんなのんきな村なんかに店を出そうと思いついたんだろうね。うちの人は、はあ。まあ、なんだ。何の音？なんだこの音。あ、あれ、何かしら。古い鍵みたいなものが奥に挟まっているわ。絶対に全く何の役にも立ちそうにないボロボロの鍵を拾った。そうか、今の行った場所か。こっちか。そうだ、あのボロボロ鍵、探してみろよな。はい。よし、これ、これ、これ、そう。うん、あれ、きついな、これ。きゃ、あちゃいけない。折れちゃった。取れないよ、これ。どうかしましたか、お客さん。ギガ。いえ、その。どうしよう。ごまかしちゃおうか。正直に。謝ろう。ごめんなさい。無理やり鍵を回したら壊れちゃいました。鍵ってそのどうの。ああ、そいつはいいや。鍵が開かなくて当然でしょう。だってそいつは壁にかかられたただの絵なんだから。本物じゃないの？このドア。あ、そうです。そのドアを抜けて
どこか別の世界へ行けたら、そんな気持ちで書いたんですか、ですか。びっくりさせちゃいましたね。お詫びと言っちゃなんだけど、これを差し上げますよ。本当に、それじゃありがとう。ティーファたちは呪いの指輪をもらってしまった。できることなら、僕らはみんなそこにあるような夢の道を抜けて別の世界へ行ってみたいと願っているんじゃないでしょうか。なんだかあなた方は僕の代わりにその願いを叶えてくれるような気がします。変ですね。でもほんとよく書けてるよね。なんだそれ。呪いの指輪。すべてのステートザップがするが。ああ、いい。残り、やっぱり使わない。やっぱりやめとこう。どうも、これじゃ、合いそうにないし。キャー、めっちゃいかないよ、俺ちょっと。どうだけど、キー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 。いえいえ、その、どうしよう。ごまかしちゃおうか。なんでもないんです。ただ、素敵な道だなって。ああ、そうですか。それはどうも。ほう、助かった。でもちょっと、あと、味、悪いな。ああ、そっか。折れた鍵が中に詰まって取れないよ、これ。私知らないと。ああ、そうか。嘘をついたなら、何の褒美もらえないというレッスンかな。チョコボは、好物の野菜をくれそうにない人間には冷たかった。あ、これはチョコボか、鶏だと思った。はい、この指は手に入れて終わりしましょう。正直に謝ろう。あ、ごめんなさい。私、お前の鍵を壊れちゃった。お前のドアを壊れちゃって。私はバカ。別世界、別世界。はい、リング、指輪をくれ。どうも。ありがとう。これは呪いか。同じ指輪ね。鎧の。呪いのやつ。ティファかな。ティファ弱いから全てのステータスがアップ。いいね。はい、じゃあそれでいい。あ、今日は終わりね。お疲れ様でした。